こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日は豚丼の夕飯です。の前に大根とキュウリの旨酢漬け作ります。大根は一丁切り、薄く切っていってジッパー袋に入れます。きゅうりも薄く切って、コロン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 転がっていくんですよね、きゅうりね。手の上に乗っけてるし。で、きゅうりもね、こんな感じで薄く切ったら、ジッパー袋に入れます。このコロ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 飛んでいくのがもうすごいイラッとしちゃいます。で、これだし昆布です。だし昆布をキッチンバサミでチョキ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 って切っていきます。もうね、分量は適当です。これで、だし昆布も漬け込んでると柔らかくなって美味しいので、はい。で、塩とお酢を入れてもみもみします。で、こう一応空気を抜いてジッパー袋をピッ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 って閉めます。で、このままほっとけば勝手に出来上がります。はい。で、豚丼の材料分量ここに出てます。で、玉ねぎの芯を切って薄くスライスします。で、ズボラなのでもうそのままもう鍋にドボンです。ザルとかでね、切ってあげれば洗い物が増えるでしょ。だからそのまま鍋にドーンします。で、水 300cc 入ります。和風顆粒だし小さじ2入ります。で、蓋をしてひと煮立ちさせます。で、ひと煮立ちしたら調味料を入れていきます。甘い順からね。砂糖大さじ1、みりん大さじ2、濃い口醤油大さじ3、すりおろし生姜小さじ半分です。そしたらね、ペペペってざっくり混ぜてお肉をほぐしながら入れていきます。これほぐしながら入れないと団子みたいにこう肉同士がご近所同士仲良くなっちゃうから、こうペペペってほぐしながら入れていきます。で、お肉を入れてこうペペペとしてひと煮立ちさせて、お肉に火が通ったら出来上がりです。覚えやすい分量で簡単なので、よかったら作ってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼ってます。そちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。